はい、トイトイです。今回紹介するのはレゴゴールデンドラゴン70666です。パッケージ、こちらを見るとロイドがゴールデンドラゴンに乗って敵であるオーバーロードに戦いを挑むシーンが描かれています。ここに援護兵のスコットもいますね。側面のロイドの表情を見るととても勇ましい表情をしております。裏面を見ると地上で戦うシーンが描かれていますね。いろんな動きができそうで楽しみです。開けるよ。オープンザレゴ。内容物は袋が1、シール1枚、ドラゴンヘッド、説明書1冊、ページ数55ページ、パーツ数は171個、こちらは03。組み立てる。硬い、はまらん。ものす、おぉ。ツイン。勝て。勝て。
た。前足と後ろ足逆でした。完成しました。ミニフィグはゴールデン忍者ロイド、オーバーキョー、ワルワル侍スカウト、予備パーツです。まずはゴールデン忍者ロイドを見ていきます。このミニフィグはグリーン忍者のロイドがパワーアップして変身したゴールデンロイドです。左手には剣を持っていて、ゴールドに包まれたコスチュームがかっこいいですね。この胸に描かれたゴールドの2匹の竜と背中に描かれたゴールデンドラゴンのマークがものすごく強そうです。マスクの下はこういう顔です。表情は怒っていて、五発点が似合いそうです。この歯の食いしばり方を見ても、もう一つの顔がこちら。こちらの顔は戦いを冷静に考えるクールな表情です。次にオーバーキョーです。かなり大型のなぎなたのような武器を持っております。こっちから見るとこんな感じです。そして足のパーツはね、こうなんか液体パーツからこう出たような感じで、紫系のクリアパーツとか使われてますね。これは珍しいパーツじゃないでしょうか。オーバーキョーはアニメの中ではロイドの父であるブラックガーマドンがオーバーキョーに乗り移られてこうなりました。そしてコスチュームの方を見てみると、こちらのボディにもゴールドで模様が描かれていますね。これはオーバーキョーの鎧の模様です。そして作る前思ったんですけど、この4つの手どう表現してるのかなって思ったら、普通にこの胴体のパーツを2つつなげる、この2つの胴体パーツをこうつなげることによって4本の手を表現していますね。この鎧兜を取って顔の表情を見てみると怖い顔になってます。完全な悪者キャラですよこれ。牙の方までねゴールド化してます。これ怖いです。私はこの足が幽体化したシーンはちょっと見てないんですけどね。このパーツ本当面白いですよね。武器は上の手に掴ませるのも射程が伸びてかっこいいですね。そして3体目ワルワル侍です。侍じゃなくて侍でいいのかな。手にはミニボウガン、こちらは形だけでまあ機能はしないんですけど、ボウガンってわかります。真ん中には竜が丸まったような文様が入ってますね。悪の紋章でしょうか。このサンド傘みたいのを取ると、はい、表情が出てきました。これも悪そうな顔してますね。これ下手したらオーバーキューより怖いですね、ある意味。あと体の方なんですが、足が短いですよね。まあこう比べるとわかるんですけど、ロイドの方はね通常の長さで、こちら短いバージョンでね2分の1ぐらいの長さになってますね。で通常はこう動くんですけど、こちらの短い短足棒、まあはっきり言って短足ですよね。まあ短足も可愛いんですけどね。ですんでこの足、体がこう動かせることがちょっとできないですね。この仕様だとやっぱりしょうがないのかな。
これだとめっちゃ悪ガキって感じですけど、変えるとめっちゃ可愛いです。最後にこれがメインのゴールデンドラゴンです。サイズで言うと横幅が24センチ、全長は23センチってところでしょうか。高さは10センチちょいですね。ミニフィグを置いてみるとこんな感じです。怪獣ブースカを並べるとこんな感じです。パッと見一番目を引くのがやはりこの顔パーツですね。頭の上のゴツゴツした皮膚もかっこいいですし、ゴールド生地の目の中に緑色で模様が入っているのもとても迫力があります。下顎ですね、顎から突き出た部分をこうやると下上に上下させることができます。口の中には先の部分に付属のクリアパーツをはめれば、頭を押すことによって飛び出す仕組みになっています。そして頭をつなぐ首の部分ですが、可動部分が1、この中の方に2で2つの向きを変えることができます。次に羽の部分、まずこの鋭い爪パーツが2つついていて、こちらいろんな角度に変えることができます。イメージ的にはこう引っ掻く仕様ですね。左右にも動きますね。そして羽代わりになっているこの刀のパーツですね。この体剣2つついていまして、真ん中の体剣だけは動かすことができます。こちらにはロイドが持っている剣と同サイズの剣が入っております。こちらの羽パーツも2箇所関節があって動く領域が多くなっています。ジョイントはボールジョイントですね。反対側の羽を見るとこちらの羽と対称になっているだけで、同じパーツと関節が使われています。次に2本の後ろ足です。これかっこいいですね。でこちらもボールジョイントで1箇所2箇所とつながれています。はい、足かなり動きますよ。そしてこちらの足裏と2つの爪が自由に動かせます。こうやって左足を伸ばして右足も伸ばせば空を飛んでいるイメージを表せます。あと尻尾ですね。こちらもボールジョイントで1、2、3箇所つながれています。尻尾の先の剣は上下に動きますし、こう反らせたり逆にこう折り曲げたりと稼働しやすくなってます。いろんな場所を動かせるってとても楽しいですよね。ただ思ったのが、可動部分が多い分好みのポージングを決めるときにジョイントの硬さがそんなに強くないんで、ちょっとグネグネしたりして立たせるのはちょっと難しいかもしれませんね。微妙なバランス調整とかしないと、こう立たせた感じとかこういう感じですね。こういう前傾姿勢とかうまく調整しないと意外に難しいかもしれませんね。こうやって立たせたポージングもかっこいいですね。ロイドをこちらに乗せることができます。このドラゴンの旗印もかっこいいですね。乗りました。飛行機ロイドを乗せて空を飛ぶことができます。反撃します。アイウィン。当てれるのか。いけいけ。オーバー強、強い。この距離ならやったー。えい、なんだ仲間。ごめん。はい、今回はレゴ忍者号ゴールデンドラゴン70666の紹介をしました。敵キャラも充実していてとても楽しめるセットだと思いました。ご視聴ありがとうございました。トイトイを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のトイトイマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画も見れます。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバーイ。